アベノミクスっていう言葉、最近とんと、とんと聞かなくなってしまいましたが、まあどうなってるのか、あるいは聞いてる方の実感はどうなのかということなんですけども、毎日新聞の記事をご紹介しますが、国の2016年度の一般会計の税収、まあ国にどれぐらい税金としてお金が入ってくるかということですけれども、前の年度の実績に比べて1兆円弱減ってしまった。ということが明らかになりました。で、実は税収が前の年度の実績を割り込むのは、リーマンショックの影響があった2009年度以来、7年ぶりなんですね。リーマンショックでぐーんと落ち込んでから税収は、まあ、ずーっと上がってたんです。前の年度に比べて。で、今回は下がっちゃった。しかも1兆円弱下がった。あら、でかい。経済成長による税収増を旗印に来てきた、安倍政権の経済政策、アベノミクス。これちょっと、どうなんだろう、ちょっとこうね、立ち止まっちゃったなっていう感じもありますね。で、円高による企業業績の低迷で、法人税や所得税が伸び悩んでしまったと。で、今後も法人税などの伸びは、ちょっと見込みにくい状況があるんで、まあ、これからどうなっていくのかなというところではありますよね。こういうのってさ、俺思うんだけど、こういうなんか1兆円税収が減ったとか、そういうことってさ、はい、こういうのは株とかさ、そういうのいろんな影響をしてたんじゃないのかなって今まで思ってたんだけど、なんか株とかなんか近頃さ関係ないよね、動きがね。昔は株価のその上がったり下がったりがダイレクトに経済の好調不調に反映してたんですけど、今あんまりリンクしなくなってきつつあって、特に今回の安倍政権は日銀と一緒になって国債を買ったりとか、株式にその投資ファンドにお金を出したりとかっていうことをやってますので、ある種日銀が株価を支えてる、経済の状況と関係なく支えてるっていう状況があるので、それはこれからもやっていく、もちろんやっていくんだよね。安倍政権と日銀の方針ですので、ダイレクトにはリンクしてないっていうことですよね。だから一部の株を持ってる余裕のある、その手元の資金を運用できる人たちや企業にとっては株価がいいっていうことは、その手持ちのお金が増えるんでいいですけど、その株を持つ余裕すらない人たちは、そんなの関係ないし、経済の実態とは、ピンとこないなっていう方も多いかもしれないですよね。で、昨日の、この、なんか NHK の俺見てて、今株は AI が、こう、はいはい、AI が、コントロールしてデータを入れといて、で、まあ、5分後の株を AI がやり取りしてるって。でもお前そのそこは見てないんだろうかもしれないけど、同じ番組のその将棋のとことか、それから犯罪のとことか、そう、裁判のアメリカの一部でね、AI が判決、AI が判決を出してるわけじゃないけど、AI が弾き出した再犯可能性率っていうのを考慮して裁判長が刑を決めるっつって、で、 AI がどうしてそういうこう判断を下したのかっていうのがわからないんだよね。ブラックボックスになってて、将棋のやつね、将棋のやつもそうだけどね、どんどん強くなってんですって、将棋のコンピューターが。怖くないですか。そうですね、今の今ね、勝手にどんどんもう強くなってってんだって。で、プロ棋士がなんでそんな手を AI が打つのかっていうのがわからない。コンピューター作った人もどうやって進歩してるかはちょっと正直わからないですって言ったもんで、いや、だから株の世界でも、それはもう、同じことで、こう、どうしてコンピューターがそういう結論に達したのかを、こう、データ入力した人がわかんない。なんか、もう勝手に進歩してるような、もうその一言が怖くて、と。なんかある指揮者の方が書いてましたけど、AI が進歩しすぎると、地球環境に邪魔なのは人間だって判断した。それはそうだよね。それはそうだよね。排除することを AI が勝手にするんじゃないかっていう、そういう将来への恐怖はあるねって。そうね。そうね。地球にとって一番害は人間だもんね。こんなんだって害いっぱい出してんだもん。そりゃそうだよね。で、いろんな動物絶滅させたりしてんだもん。そうだよね。こんなところにこんな高いビル建てやがってとかな。そりゃそうさ、地球の、から見たら、人間が一番害だ。ですよね。怖い、怖い。
お前が悪いってことか、それじゃお前が悪いって何が私が悪い。いやいや、俺じゃあまあでもお前もじゃ、うん、お前もじゃ俺たち、うん、困ったことになってっちゃった ね、どうなるんだろう、しかもこれからの仕事はねもうあれでしょ、え AI が全部任されて人の仕事はもう10年後ななまあどんどん予測は早くなってるだろうけども半分以上の仕事がなくなるわけでしょ、本当に、うん、AI が全部代わりをやっていくようになると、うん、人間の職種の数がどんどん減っていくという見通しがあるみたいな。じゃあうちらの業界だと誰、うん、どんなことやる AI がカメラマンさんのカメラが自動になるとか、いやお笑いだって分かんないよ、演者さんもそうなってくるよね、演者さんもね、お笑い一番受けるネタはどうやって組み立てるのか、うん、台本は書けるよね、うん、パターン化して、あ放送作家いらなくなるね、そうそうそう。それでだってボーカロイドみたいなのがあるもんでね、うんうん、人形の CG で、うん、ね、やることはできる、ね、彼らの方が欠陥はないからね、うん、僕たちなんかに比べたらね、で音域とかもデータで分かるもんね、うん、ここを高い音で言うと響くとかさ、うん、笑えるとか、うん、音域はそんなの、うん、データなんてすぐ出せるもんね、すぐ出せるしね、ギャグのこの発声法だから笑うとかなんて、うんうんね、しかも間違ったことは言わないし。あらあら、おじさん落ち込んでるからね。